どうも皆さんこんにちは、嫡俣です。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、1週間の航空会社、キャッシュレス、ホテル、こちらのね、ニュースを、えー、まとめてね、紹介していきたいなと。 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。はい、ということで、まずね、ポイントサイトの案件ですね。こちらね、ポイントサイトハピタスから、えー、特別 UR、L、ね、いただきましたので、概要欄に載せておきますので、ぜひこちらね、100%案件で、えー、3880円の支払いで、4480円分がね、もらえる100%案件になっております。こちらね、アイリスプライムっていうね、えー、家電をね、お試しで1ヶ月で利用することができるね、案件なんですけども、無料 トライアル後、月額支払い3 8 8円のシャレで4480円分のポイントがもらえます。こちら現金化していただければ。 実、黒字でね、利用することができて、またね、利用するとね、クレジットカード決済でね、この家電が1ヶ月で、ね、お試しで利用することができるんですけども、これね、ビザとマスターしかね、書いてなくて、私ね、ピザで使おうとしたらね、あの、利用できなくて、アメックスをね、登録したら普通にアメックスで使いましたので、こちらね、利用してください。で、ポイント獲得条件なんですけども、無料トライアル後、月額支払い完了というふうになりますんで、こちらね、1ヶ月無料なんですよね。2ヶ月目が3880円かかって、ポイントがもらえるっていうふう になりますので、この点ご注意ください。で、またね、アイリスプライムを初めて利用される方限定っていうふうになりまして、またね、登録を1ヶ月間、商品を予約した方がえ初月無料の対象になります。登録を予約した商品が発送日から無料期間が開始されますということで、え利用の仕方がね、ポイントを貯めるをクリックして、こいうね、ポイント貯める、あの、ログインすると出てくると思いますねこちらから、ポイントを貯める、アイリスプライム会員登録、レンタル商品予約1ヶ月間無料、 期間を終えて初回の月額支払い完了でポイント対象っていう風になりますんで、まあこちらね100%案件なんでね、私もね、ヒルとアメックスで利用させていただきました。ぜひね、利用してください。それでは次です。えー、こちらね、プリンなんですけども、皆さんね、これ知ってますかね一時ね、すごい話題になって、えー、送金サービスアプリということで、まあ、銀行からね、このプリンにチャージして、このプリンから銀行にチャージするみたいな感じで、資金をね、移動することができて、無料で利用することができてね、一時ね、制限なくね、 利用することができたので、非常にね。あの有名になったわけなんですけども、一時からね。1日1回1ヶ月1回だったかな。あの無料上限がね。あの導入されて話題がね。ちょっと薄くなってしまってでながらですね。プリンアプリ提供変更及び一部終了のお知らせということで、2020年6月10日をもって変更及び一部終了することを予定しております。ということで、まあこのままね。終了してしまうんですかね。新規のね。アカウントも作れなくなってしまうみたいですので。まあ。 こちらね、サービス終了になっていくっていう感じですかね。 それでは次です。三井住友カード。こちらね、ナンバーレスのゴールドとか、プラチナプリファードとかはね、関係なくて、もっとね、年会費が高いね、三井住友のプラチナカード。またね、普通のゴールドカードとかはですね、年会費最大相当の V ポイントを毎年プレゼントということで、年間のご利用額50万円ごとに2500ポイントがね、もらえるサービスがあったんですけども、こちらね、サービス終了が発表されてしまいました。特にね、この三井住友カードのプラチナ、普通の プラチナね、プラチナプリファードじゃないね。まあ、年会費5万円ぐらいすると思うんですけども、こちらね、年間1000万以上利用していただいた場合、5万ポイントね、もらえたりしてたわけなんですけども、まあ、こちらがですね、サービス終了ということで、2020年6月以降到来するカードの加入月より順次ご利用金額の集計終了いたしますということで、えー、このサービス自体がですね、終了っていうことがね、 発表されました。ちょっとね、こちらのカードね、利用された方はね、これはかなり大打撃ではないかと思うんですよね。まあ、年間利用額がね、かなり高額にはなりますけれども、まあ、高額になればなるほどね、ポイントがもらえてたっていうふうになりますんでね。これはね、ちょっと残念ですね。 それでは次です。えー、私の動画でね、結構前に紹介させていただいた、クレコレさんっていうね、えー、SEO ブログのね、上位の方の、えー、セゾンカードデジタル案件ですね。私のね、奥様が、えー、突撃していただいて、まあ利用していただくとですね、20%キャッシュバックキャンペーンということで、10万円す利用すると2万円分の永久不滅ポイントがね、もらえますよっていうね、キャンペーンがこのクレコレさんのブログのみでね、利用することができて、まあ私の動画でもね、紹介させていただいたわけなんですけども、無事ね、ポイントがもらえて、 永久不滅ポイントはね、1ポイント5円換算なので、2万円分のね、ポイントがもらえたということで、まあ皆さんね、付与されているのではないか、利用された方はね、え、と思いますので、ぜひね、アカウントの方チェックね、してみてください。こちらね、やはりね、くれこれさんのこの案件、非常にいいですよね。10万円利用したらね、2万円分のポイント、返ってくるっていうふうになりますんでね。で、またね、もらえるポイントは永久不滅ポイントっていうふうになりますんでね、70%で A n 年回りにね、交換することもできますんで、めちゃくちゃいいですよね。 それでは次です、えー。バンドルカードね、先日ね、えー、バンドルカードアメックスからのチャージが開始して、その翌日にですね、ANA Pay のね、ルートが閉鎖されてしまってね、非常に残念な、えー、話になってしまったんですけども、無事ね、バンドルカード1000円ね、チャージしていただきましたよね、動画内で。こちらね、10, 10ポイントね、つ、えー、いたっていうふうになりますんで、これね、アメックスゴールドプリファードでね、チャージしておりますんで、アメックスのゴールドプリファード、えー、まあアメックスのクレジットカードね、バンドルカードに関しては、 チャージしていただくと、ポイント満額で取れます。まあ、こちらはね、いつまで続くかわからないですけども、この動画を撮っているね、7月の11日現在ですね、まだね、アメックスの公式サイトには、 ポイント付与対象外とかね、半分とかに記載されておりませんので、バンドルカード。ですので、今後もね、しばらくの間は、満額ねポイント取れていくのではないかと思いますので、まあね、ちょっと、ANAPay のね、ルートが4月の24日の13時までだったかな、利用することができなくなってしまいますので、まあ、それまでであればですね、ANAPay に流せるんですけども、それ以降はですね、PayPay ペイペイで使っていただいたり、モバイルスイカとかでね、まあ、ポイント満額でチャージすることができるっていうふうになりますので、まあ、どちらか、 まあこういったね、利用方法にはなってしまうわけなんですけども、ひとまずね、ポイントは満額取れるっていうふうになりますんで、まあ今のうちですんでね、ぜひね、チャージで。 アメックスのゴールドプリファードとかのね、決済修行、ヒルとアメックスとかマリオとアメックスも含めてですね、決済修行でまあチャージしてポイント満額取っておきたいっていう方は今のうちにね、チャージしておくのをね、おすすめっていうふうになります。で、ANA ーペイには4月の24日13時だったかな。はい、それ以降ね、流せなくなりますんで、この点ね、ご注意ください。それでは次です。アメックスのね、クレジットカードで新機能マイアカウント確定前でのご利用利益が見れるようになりましたということで、こちら、私ね、あの、こちらヒルとアメックスなんですけども、 確確定ししてるるる前の利用状況もでですすねねここちら、ね、確認することができるようになりましたアメックスのこちらアプリなんですけども、今までね、このアメックスのアプリっていうのは、プッシュ通知をね、設定することができるんですけども、そちらを入れるとですね、プッシュ通知であの使った瞬間にね、利用を 履歴はね、あの、確認することができるんですけども、このアプリにね、反映されなかったんですよね。ですので、プッシュ通知は来るけど、その先が見れないみたいなね、そんな感じになってたんですよね。まあ、それが今回ね、改善されて、プッシュ通知入れといていただければ、プッシュ通知見て、それをね、開くと、まあ、こういった感じでね、確定前の利用もね、見ることができるっていうふうになりますんで、まあ、アメックスのクレジットカードね、アプリからメニューでね、 プッシュ通知設定することができますので、ぜひね、設定してください。で、今回ね、確定前も見れるようになりましたので、まあ、不正利用とかもね、いち早く確認することができますんで、これはね、非常に良い,い改善になりますよね。ぜひね、プッシュ通知、え、利用ね、していただければなと思います。それでは次ですね、アメリカンエクスプレスのビジネスゴールドカード。こちらね、新規入会キャンペーンがね、強化されておりまして、なんとね、19万ポイントなんですよね。 はい。こちらね、詳しく内容を知りたい方はですね、えー、LINE 公式アカウントの方でね、あの、聞いていただければ、えー、内容ね、お押しいたしますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。こちらね、通常の、えー、アメックスの公式のね、キャンペーンなんですけども、これめちゃくちゃすごいですよね。まあ、利用額は多いんですけども、もらえるポイントもめちゃくちゃ多いっていうキャンペーンですね。それでは次にですね、こちらね、アメックスのキャッシュバックオファーなんですけども、私ね、これメールで来て、 ですけども、アプリには表示なかったんですよね。 で、メールでこちらクリックしたらね、登録はできたということで、これイオングループで10%キャッシュバック1万円使うとね、1000円返ってくるっていうキャンペーンなんですけども、まあイオンなんでね、不調的にね、使えるキャンペーンということで、めちゃくちゃいいですよね。で、またね、イオングループということで、あの、イオンのね、あの中でも格安なお店もね、対象になっているね、キャンペーンで、まあ皆さん欲しい方ね、結構いらっしゃるのではないかと思うんですけども、ぜひね、こちらアプリでね、キャッシュバックキャンペーン来てないか、またね、 アプリに来てないけども、メールが来てないからね、ぜひチェックしていただければなぁと。 思います。私はね、ヒルトンアメックスプレミアムカードに来てたんですけども、ANA アメックスとヒルトンアメックスとアメプラにも来てるっていう方いらっしゃいましたので、ぜひね、あの、アプリにね、あの、オファーで来てない方はメールが来てないかね、ぜひチェックしてください。1万円使えばね、1000円返ってくるっていうふうになりますんで、めちゃくちゃいいですよね。それでは次にですね、なんとね、ヒルトンホテルで珍しいキャンペーンが来ておりまして、デルタスカイマイル会員の方はヒルトンの滞在で、1滞在で1000マイルがもらえる キャンンペーンが来ておりますこちらね、5月6日までに登録していただいて、7月7日までにね、滞在していただくと、1滞在につき1000マイルがね、もらえる、デルタのね、マイルがもらえるキャンペーンが来ております。非常にね、ヒルトンのキャンペーンでデルタマイルがもらえるキャンペーンって、まあ珍しいと思うんですけれども、まあ1滞在でね、デルタマイル1000マイルもらえるっていうふうになりますので、もしね、こちらもらいたいよっていう方はね、 登録していただいて予約ねしてみていただければなと思います。もらえるマイルはね、デルタマイルっていう風になりますので、まあ、デルタマイルのね、スイートスポットだと一番少ないマイルで東京から韓国、片道7500マイルでね、利用することができて、年イチャージもかかりませんので、デルタマイルね、 貯められている方はですね、こちらね、登録してキャンペーンね、利用していただくのね、非常におすすめっていう風になりますんで、まあ、もらえるものはね、もらっといてね、いいのではないかと思いますんで、デルタのね、会員登録してない方は、デルタの会員登録していただいて、あの、登録ね、していただければなぁと。 思います。それでは次に、ユナイテッド航空ですね。残念なお話が来ております。最近ね、このユナイテッド航空っていうのは、不具合をね、結構連発してるんですよね。まあ、そういったこともありまして、アメリカ政府からですね、制裁をね、加えられたということで、私は罰金みたいのが入るのかなと思ったら、なんとね、新規集合がね、延期になるということで、成田セブ島ね、7月末だったかな。はい、新規就航発表されてましたよね。それがなんとですね、延期ということで、今回のね、 その不具合の連発で、アメリカ政府からの制裁ということで、成田セブ島ですね、10月の27日まで延期っていうことが、ユナイテッド航空のね、ニュースで発表されております。いやね、これ非常に残念ですよね。 というのも、えー、こちらね、新規就航が発表された時に、ANA マイルでビジネスクラスを往復2万マイルサーチャージなしでね、えー、取れた方はね、結構いらっしゃったんですよね。私も動画にもしましたけども、本当に数時間ぐらいでですね、ルートを塞がれてしまったんですけども、それで取れた方もね、いらっしゃると思いますので、もしね、あの、10月の27日までにね、予約されている方は多分おそらくキャンセルが来るのではないかと思うんですけども、まあ、ひとまずね、この成田セブ島路線ですね、10月の27日にね、 延期になってしまったっていう風になりますんでまあ、せっかくのねこの成田セブ島のねユナイテッド航空の便なんですけどもいやーこれはね残念ですねそれでは次にですねとうとうねスカンジナビア航空がスタイアイランスをね脱退いたしますこちらね ANA のプレスリリースで、ね、発表されているわけなんですけども このね、スタイライアンスがね、あの、設立された時からですね、このスカンジナビア航空っていうのは、加盟してたね、航空会社だったわけなんですけども、2020年8月31日をもって、スタイライアンスからね、脱退が発表されております。で、9月1日よりですね、このスカンジナビア航空は、機械チームにね、加盟するっていう予定みたいですので、 残念ながらですね、スカンディアバイ航空に関しては、8月31日でね、スタイアランス脱退っていうふうになりますので、この点ご注意いただければなと思います。特典航空券もね、使えなくなると思いますし、またね、このスタイアランスの中にはですね、アシアナ航空とかもね、入っているんですけども、アシアナ航空もですね、こちらね、あの、脱退の準備をもうしているっていうふうになりますので、まあね、ちょっとスタイアランスね、減ってきますけども、NA のね、プレスリリースで発表されておりますので、ぜひ覚えておいてください。 それでは次に朗報です。ANA のね、国際線機内インターネットサービスが拡充されますということで、なんとビジネスクラスでも無料になります。今ね、ANA のファーストクラスね、えー、国際線、えー、Wi-Fi ね、無料で利用することができるわけなんですけども、なんとね、ビジネスクラスもね、Wi-Fi 無料でね、利用することができるっていうふうになります。これね、非常に朗報ですよね。時期に関しては2020年夏頃、えー、導入予定ということで、 ファーストクラスに加えてビジネスクラスも機内インターネットをね、無料で提供いたしますということで、機内でもですね、追配になれるっていうところですね。またね、2020年度中に、AN、国際線プレミアムエコノミー及びエコノミークラスでもテキストメッセージね、利用することができるみたいですので、ま、ツイッターぐらいね、見ることができたりするのかな。ま、ひとまずね、こういったことが発表されておりますので、いや、ビジネスクラスでね、Wi-Fi 無料で利用することができるのはね、非常にいいですよねこれはね。 ちょっと利用したいですね。それでは次に、羽田ニューヨーク、ますます便利になりますということで、まあ、先日ね、あの、必要マイル数まとめで話させていただきましたけれども、アメリカン航空がですね、羽田ニューヨーク路線に6月の28日、羽田発は6月の29日からね、新規就航するんですよね。これに伴いまして、JAL はね、コードシェア、このアメリカン航空とね、組むっていう風になりますんで、こちらね、 羽田ニューヨークね、さらに便利になることが発表されております。いやね、非常にいいですよね。まあ、先日ね、話させていただいた通りですね、今ね、この羽田ニューヨークのアメリカン航空のね、この便ですね、え、片道27,500マイル、往復5万5,000マイルで今発見することができるっていうふうになりまして、しかも燃油サーチャージはなし、あ、これね、JAL マイルですね。はい、燃油サーチャージなしで発見することができますので、ぜひね、こちらね、いつまで続くかわかりませんし、 レインサーチャージがかかんないんでね、しかも片道27,500マイルで JAL マイルね、羽田、ニューヨーク間、アメリカ本土利用することができるっていうふうになりますんで、多分ね、今一番安くてね、レインサーチャージかかんないのよ。多分 JAL マイルでのこのアメリカン航空発見がね、一番安いのではないかと思いますので、まあこのアメリカン航空ね、 え、ニューヨークだけではなくね、ロスはちょっとね、あの、視聴者の方のね、あの、お話だとですね、あんまりね、空席がないみたいなんですけども、ニューヨークとかね、ダラス、ポートワースとかだったらね、結構利用することができるのではないかと思いますので、ぜひね、ジャルマイル持っている方で、えー、アメリカ本土利用されたいっていう方は、解約が入る前にね、ぜひ発見していただければなと思います。私もね、こちら発見させていただいておりますけども、片道27,500マイルで東京、ニューヨークね、利用することできますんでね、まあ、エコノミークラス、 にはななりまますすけけどもぜひね利用してみてみいいただければなぁと思いますそれでは次にですね、PR タイムズでプレスリリースが出ておりまして、コンラット横浜2027年開業予定ということで、とうとうね、コンラットが横浜に来ますね。非常に朗報ですよね。こちらね、4月10日にね、PR タイムズで発表されているわけなんですけども、コンラット横浜が桜木町のね、前にできるっていう風になります。しかもですね、コンラット 横浜はですね、桜木町から徒歩5分ということで、かなりね、近い、駅からね、近い場所にね、できるということで、これもいいですよね。まあ今、ヒルトン横浜がですね、2023年にね、開業して、私も2回ぐらいね、宿泊しに行きましたけども、ヒルトン横浜もね、非常にいいんですよね。 ヒルトンブランドとは思えないぐらいですね。非常にえラグジュアリーな感じで、またね、ラウンジも、まあ食事はそんなにね、充実してないんですけども、お酒の種類とかもね、たくさんあって、めちゃくちゃいいわけなんですけども、今回ね、ヒルトン系のコンナと横浜がえ開業することがね、発表されたんですよね。非常に朗報ですよね。場所はね、ここなんですよね。ワールドポーターズがここにあって、それのね、あの橋みたいなのがここにありますんで、本当にね、桜井町からね、かなり近い場所にね、できるみたいな ですよね場所で言うとここなんですよね桜木町駅がここなので、まあ、ワールドポーターズがここですよね本当に駅からね歩いてって大きい交差点を渡ってそれをちょっと右行ったところにねできるということでめちゃくちゃいいですよねでまたねマリオットもねあのヒルトンもそうなんですけどもこのね横浜にできるねあのホテルってなんか知んないですけども必要ポイント少ないんですよね ヒルトン横浜もね、私4万ポイントでね、めちゃくちゃ安いと思ってたんですけども、まあ、視聴者の方はね、3万6000で取れたっていう方もいらっしゃいましたんで、このコンラット横浜も多分ね、そこまでね、必要ポイント数ね、多くないんじゃないかと思っておりますし、またね、コンラットなんでね、ラグジュアリー感はね、かなりすごいと思いますので、非常に楽しみですよね。2027年ということで、まあ、今年が2024年なんで、まあ3年後なんですけども、えこちらね、非常に楽しみですよね。 ぜひ、えー、ちょっと先ですけどもね、覚えておいていただければなと思います。はい、ということで今回ですね、ちょっと細かい話ということで、1週間のね、ニュース、えー、まとめてね、紹介させていただきました。えー、概要欄にね、公式サイトあるものに関しては載せておきますので、気になるものがございましたら、ぜひね、チェックしていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、TP 診断、マイル診断、マイルクリカ診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することができまして、またね、LINE 公式アカウント限定で、こちらね、動画が出ておりますんで、あのカードね、ポイントアップしておりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいた ししバイバイ